群馬の、スタメンフォーメーションをご紹介しています。そして山形の予想フォーメーション改めてご紹介します。新戦力の木村誠二から左サイド吉田智康、裏に出る加藤、加藤クロス中央入りますがサイドネットを捉えています。サイドハーフ見ていただくと分かると思うんですけど、かなりサイドにワイドに開いてますよね。ウィングの立ち位置です、はい、そうですね、はい、これをスペースを、ね、相手を開けて、さあ中に入って横山からクロスが入る、落としたところシュートへ吹かしました。最後山田浩太、そうですね、これが一つの形だと思いますよね。昨シーズン関東大学2部で得点王、そしてベストイレブンに選ばれているというゴールデンルーキー宮に来ました。ヘッドセカンドボール、さあ逆に簡単シチュエーションです。じわりじわりと押し上げながら加藤、そしてこの位置もう一度山田浩太、近くの南を使って中央にくさびを打つ、さあここから軌道を落として左足シュート。前向く時間作って、で、まあ、少しこう縦パス入れる時間を作ってですね、チームとして、で今軌道にボールが入る、外は広い幅を取る横山がいますが、その横山を使う、でここに三つ長がついていく、横山勝負、えぐってクロス上げてきた、中央ヘッド、畑尾が跳ね返します。セカンドボール山田浩太、山田浩太ロックをしました。岩上ですね、今ですね。さあ幅を取った小島を使います。小島から田中俊也、中央には深堀が入っていますが、マイナスのパスを選択して岩上、そして中央流して外から来たぞ、ジュート来た、先制山根とは群馬見事な崩し、幅をよく使って最後は左サイドから山根とは、小島からね縦に入った田中で一回チラッと見てますよね、岩上もね、で加藤からもう一回ワンタッチで山根に行って、そこからもう逆サイドで、まあ、高い位置ですか、これも見てますよね、まあ、シュートしてくださいというボールで、まあ、インサイドで合わせてニアですか、はい、ニア気味なのかな、もう完全にこう味方が見えてうまく4人絡んだシュートだと思いますね。後ろから山根とはサポート、さあここからどうするか、中入れた加藤純也、ここは切ります。でこれがつながればチャンスですけれども、岩上、山根、山根勝負、クロスが入る、おお枠に行きましたね。とまたぎ、まあ、少し細かく殺されながら、はい、交代で入った山形、藤本は何回かこうやって下がって受けに来るケースもあるんですが、はいはい、藤田ワンタッチで繋いだ、さあ河合シュート、河合シュート、クロスが入る、ファーサイドヘッド、ちょっと厚く当たってしまいました、うん、加藤大輝か、最後のところですよね、まあ、藤本にポストプレーしてから、で藤田から河合に行って、でクロスの、まあ、ちょっと、さあ外に広げていきます、河合シュート、今日は何回か彼からいいクロスは入っている、ただ縦は切られた、おうまくつなげた、ここから藤田ディフレクションがあってセカンドボール、河合シュート、つないでいって山田浩太落としてシュートへ、最後山田拓海です。さあ間もなくアディショナルタイムの目安5分台に入ります。クラブ創立20周年、ザ・スパクサツ群馬開幕、大槻剛新体制白星を飾りました。